次のメール読みます。のりちゃんリスナーの皆様こんばんは。はい、こんばんは。重大な話になるのでぜひのりちゃんだけでなくリスナーの皆様からも意見をいただきたいです。はい、重大な話。実は私の会社の近くのパン屋さんで、うん、コロッケパン、焼きそばパン、メンチカツパンの、どれか一種類を、大量購入すると、安くしてくれるサービスを始めたため、会社のみんなでそこのパンを安く買って食べようとなったのですが、なかなか意見がまとまらず、どのパンを購入するか決まりません。そこでのりちゃんやリスナーさんに聞きたいのですが、コロッケパン、焼きそばパン、メンチカツパンのどれがいいと思いますか？ご意見をいただけるとありがたいです。一番多かったパンを会社に提言して買うように話を持っていきます。よろしくお願いします。重大は何なんだよ！なあ。回収してねえよ、これ。お便りメールの中で。重大は何だったんだよ、お前。こっちさっき、ま、ガンの母親の話読んだんだぞ、お前メールで。なあ。その子がな、19歳の子がな、重大って書いてないのに、パン一つ選ぶことに重大というな、ミートゲンゴロのテロップみたいなこと入れるんじゃねえよ！なあ。なあ、お前コロッケパン、焼きそばパン、メンチカツパンってお前。なあ。焼きそばパン一択に決まってんだろ、そんなの。なんでわかんねえんだよ。メンチカツパン5個も6個も食えんのかよ。えぐいって！そんなの。1個で十分だろ。いっぱい食えんのか、メンチカツパン。油でギトギトだし、飽きるやろ、メンチカツパンは。味に。コロッケパンも同じや。ずっとコロッケ食ってたら飽きるやろ。焼きそばパンにしろ、お前。なんで焼きそばパンがいいのか。別々にしろよ。途中で。飽きてきたら。焼きそばとパンで食えばいいやないか。分けて食え。なあ、一番焼きそばが飽きない。うん。わかった。ねえ、焼きそばパン一択です。これは。一種を大量購入。これ一種じゃないとダメなの？これ。コロッケパン3割、焼きそばパン3割、メンチカツパン3割で、ダメなのかね？どれか1個を大量購入しないと安くしてくれないの？そんなことあるの？だって同じ量買ってるじゃん。例えば10個買ったら安くなるっていうんだったら、例えばコロッケパン4個、焼きそばパン3個、メンチカツパン3個でいいじゃん。本当に？これ。いや、ダメだから重大な相談なんだろうじゃない。このメールがネタメールの方が重大だよ、これ。俺はもっと重大なことがあるよ。これ本当にマジな話なの、これ。お便りメール送りたくて話作ったんじゃないだろうな。なあ。もう教えろよ、お前。会社の近くのパン屋教えろ。俺買いに行くわ、俺。もう絶対だな、お前。お前メール嘘ついてないよな。よろしくお願いしますじゃない。俺買いに行くわ、ここ。聞いてみる店の人に。どこだ、これ。どこだ、これ、お前。なあ。お前嘘ついたらお前の G メール晒すからな。なあ。どこのカレーパン、どこのカレーパンじゃない。どこのコロッケパン屋だ。パン屋だ。それ。ほんとかこれ。一種類じゃないとダメなの？俺これコロッケパン、焼きそばパン、メンチカツパン、カレーパンだったらもうカレーパン一択なんですけどね。また微妙だよな。これもな。コロッケ、焼きそば、メンチか。ここカレーパン、あいつらカレーパンなんですよね。絶対に。絶対にカレーパン。わしはコロッケ。コロッケ行く？え、みんなどれ？コロッケパン、焼きそばパン、メンチカツならどれ行く？一種類しか大量買いができないってなったら、どれ買います？焼きそば。コロッケ、焼きそば。と、待てよ。日持ちとか冷蔵庫に入れるとか、冷えてもうまいってなったらコロッケかもな。焼きそばが古くなるとまじまずくない？焼きそばパンって。なんか、後からチンして食べてもうまいのはコロッケパンな気がするな。こうやって考えると。飽きるかもしれないけど。焼きそばパンが古くなった時点で、マジでまずくない？値が減ったかっていう。え、そんな気しない？一気に食べることはできないじゃん。量を買うってことは、後からも食べるわけだよね。後から食べることを考えた時に、時間経っても、美味しいものは何かって考えたら、俺、コロッケパンだと思う。メンチカツ、は、かなり、べちゃついて、美味しくなさそうだよね。あと、焼きそばも同じだよね。うん。時間経って焼きそばってガチまずいじゃん。コロッケじゃね。で、あと、焼きそばパン、もさもさするよね。まあ、どれももさもさするんだけどね、これ。どれもさもさする。まあ、一つ言いたいんだけど、店のセンスが悪いよね。コロッケパン、焼きそばパン、メンチカツパン。
ちょっと待って、これさ、リスナーがさ、コロッケパン、焼きそばパン、メンチカツパンに絞ってるのじゃなく、絞ってるんじゃないの？他のパンはダメなの？これ本当にパン屋さんが3種の中からどれかって言ってんの？これ。自分で3つに絞ってない？お前の食いたいものを。本当にこの3つしかないの？カレーパンとかないの？アンパンとか。この3つしかやってないの？これパン屋さん。コッペパン限定なのでは。あー、なるほどね。挟んでる。コッペパンに挟んでるパン限定ってこと？で、しかもさ、一種類を大量購入、まあ、予約をすると安くしてくれるサービス。すなわち、余ってるってことですよね、これ。このサービスを始めたきっかけって、コッペパン余ってるってことですよね。コロッケパン、焼きそばパン、メンチカツパンが普段から余ってるから、事前に大量購入を予約してくれた人は安くする。その分、こっちとしても、在庫の、コントロールができるわけじゃん。あ、こんだけ売れるって確定になるから。そんなに美味しくないんじゃないのこれ。てかさ、しかもさ、なんかさ、会社の近くのパン屋さんで大量購入、会社のみんなでそこのパンって言うけど、絶対に飽きるよ。毎回毎回さ、会社に行ってさ、仕事してた昼飯にパン食わされてみ？しんどない。俺なら自分で別のもん買うもん。こんなん絶対続かないよ、これ。会社のみんなで買うっていうこと自体が。嫌だよ。てかそもそも昼ご飯決まってんの嫌だよ。そんなの会社で仕事してて。またパンかってなるじゃん。ねえ、今日も焼きそばパンだって分かった上で仕事身に入らないよ。昼飯大事にしたいもんだって。俺が会社で頑張ってんだったら。なら、ごちゃごちゃ考えずに好きなもん買えよ。どれか。どうせ続かないから。会社のみんなで買うって俺絶対続かないと思う俺。絶対続かない。うん。しかもそもそも会社のみんなで同じもの食ってんのかよ。みんなで焼きそばパン食うの。へえ。なんかさ、会社ってさ、まあ、全然喋んないのも嫌だけどさ、そこまでフレンドリーもちょっときしょいな。なんか俺距離感大事にしたいわ。だってあくまで仕事仲間なだけであって、友達感覚で仕事はしたくないな。そう、別に昼飯自分のもん食いたいし。うん、なんかみんなで同じもの買い飯よみたいな、なんかそういうの嫌だな、なんか。うん。仕事って集中した方が仕事できるし。嫌だな、俺は。俺嫌だね。そういう会社。嫌だね。何でもかんでもシェアみたいな。何でもかんでも会社の人と一緒みたいな。ね。だってそういう会社こそ揉めたら超めんどくさいじゃん。仲がいいってことは揉める可能性もあるってことだからね。仲が良くていいことばっかりじゃないからね。悪いこと起きた時に超めんどくさいよ。だとしたら仲を良すぎない方が良くない？揉めないようにするのが一番良くない？うん。仲良し小良しって揉めますからね。例えばさ、求人広告でさ、アットホームな会社ですってもう絶対地雷じゃん。行きます？みんな、じゃあ、アットホームな会社ですって書いてあって。アットホームって怖すぎるからね。そういや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 、俺降りた、降りた、俺いらない。俺いらないです。パンいらないです。俺牛丼買いに行きます。俺いらないです、パンは。おにぎりにします。唐揚げ弁当します。それが一番いいよね。別にパン食いたいやつだけ食っとけよ。なんで会社のみんなしてさ、まとめてパン買って安く買わなきゃいけないんだよ。ストレスさもあるよ、本当に。会社が買ったもの食わなきゃいけないって嫌だよ。食いたいもの食いたいよ。ねえ！そんなことないですか？会社が安く買えたから今日、あなた焼きそばパンで、また焼きそばパンで、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 いい加減にしろよってなるじゃん。一年後には世界で一番嫌いなもの、焼きそばパンになるわ。病気になるわ、毎日焼きそばパン食っとったら。もっと自由性を高めろって。くっつきたいやつはくっつけばいいけど、そうじゃない人もいるんだって。わかる？それを会社みんなでとか言うけど、いつまで学生ごっこしてんだよ。気色悪い。そんなのは、学生の間だけにしろよ。なあ。みんな、おのおのがあるんだよ。別に、仲いいやつは仲いいやつでいりゃいいし。それだけじゃないか。うん。なんでそうじゃないやつらまでひっくるめて、なんかみんな同じこと考えてるみたいな風にしてやんの？うん。慣れ合い会社が。クソが。なあ。絶対働かん、そんなところでは。俺は。うん。好きなもん食べてん。ねえ。私はいつまでもやります。よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。